エンダ先生、やはりあなたが犯人だったんですね。やはり。おい、マタロウ、お前何言ってんだ。そんなわけないだろ。エンラ先生は何たって年上の女の人なんだぞ。だからなんだ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで全員の装備を一応整えたんやけど、とりあえずエンラ先生と話すのはフリースタイルタイムの間なんよね。じゃあ一応一旦ネットいかんのかな。もう一回門限って言ってみて。え、門限なんか違うな。もうちょっと伸ばす感じに言ってみて。もうちょっと伸ばす。門限。うわ、それそれ、なんかしっくりきた。よくわかんないけど、僕もそ門限。住川先生は国語の先生だけど、宿舎の管理人でもあるんだよね。管理人かな。二足のわらじってやつだね。二匹のわらびーだと。違うから。今度薄見沢先生のくるぶしでも揉んでやるか。ここもしかしてクマさんの部屋やったりする。違うかな。なんかぐるぐるがそれっぽい感じ。なんとなくなんとなく自分の部屋がどれか全くわからんけど、とりあえず寝ます。おかえりなさいませ。もう寝る。ええ。門限は8時なんやっけ。確かでもフリースタイルタイムじゃないと寝る。話しかけれんしね。明日から休みだね。週末どうしよっか。明日から休み？アウトドアだ。部屋で遊ぶ。じっくり休む。何それ、ちょっとよくわからんけど。アウトドア？おっしゃー！やっぱりアウトドアだろ。遊びまくるぜ。あ、すごいワイってなっとるよ、自販機形が。楽しみだね。なんなんやろ、一体。週末はアウトドアでたっぷり楽しんだ。今日のいいね獲得数がかなりアップする予感。ほう、そんなのがあるんやね。アウトドア選んだけんけ、別に実際になんかせんといかんわけじゃないんか。みんなで仲良く投稿。蛇魔獣め、片っ端から倒していくぞ。僕に助けを求める女の子たちの。キュービーは一体どこにいるんすか。聞こえてねえだろ。一緒に来てないんやなって思いよったのに。騒がしいゴリラの鳴き声も聞こえるな。こっちじゃない。おはよう。どうも。喧嘩してる場合じゃないですから。こっちで、ここの中のやつも取れる、ここから。よし、来たー。あ、おはよう。ごめんね、無視したわけじゃないの。もう挨拶してくれない。向こうから挨拶せんかったら、こっちから挨拶できんの？てか、ここか。座るなよ、おい。何座ってんだよ。おいし、到着。投稿完了。イエーイ、プラス38いいね。さあ、エンラ先生、ミッションを。お願いします。あら、もう行くの？ここも上 Y になっとんか。慌てなくて。至るところに Y が。ゆっくりしたら？いや、もう大丈夫です。ベッドの柵も Y や。恋愛禁止の呪いを解け。複数のヘビ魔獣が校内で暴れ回っているらしい。また誰かが好きな人に告白をしてしまったようだ。ヘビ魔獣に変えられた生徒たちを助け出して、恋愛禁止の呪いを解決しよう。ふんふん。初恋のいちご大福。かわいい。よし、超境しい。行くのね。行きます。ち、余計なことを。怖いよ、先生。クラフトもうまくいったことだし。ヘビ魔獣を倒しに行きましょう。うんうん、そうだね、急ごう。おー、エンラ先生、じゃあ俺たちヘビ魔獣をぶっ倒しに行ってきます。行ってきます。ええ。怖いって顔が。さて、場所はどちらになりますでしょうか。必ず助ける。なんか近い。だから待っていてくれ。一人近いよ。僕のファンの子たち。お前のファンとは限らねえだろう。こっち？あ、おったヘビマジュ。ほらほらほら、ごめんね、ちょっとテレビ画面見てるところ悪いけど、ぶちのめさせていただくよ。イエーイ、みんなのいいねいただき。え、どこ行った？あ、おったイエーイ。なんか召喚したけど、もうやっつけちゃったよ、イエーイ。私、今まで何してたの？正気に戻った？確か、あの人に後押しされて告白しようって決めて、
その後押ししようとした人が。でも無事でよかった。大した怪我もなさそうね。後押し。どこだどこだ。エンラ先生やない。違う。ね、取り憑かれてるし今。何？ちょっとまだ変身しとかないでよ。無駄になるやんか。この辺におる。こっち側か。どこやどこや、ヘビ魔獣。え、どこどこ、こっち。あー、テニスコートの中にヘビ魔獣。どっから入ればいい。ちょっとヘビ魔獣背後におるよ。普通に撃ち寄る場合じゃないって。よし、あれか、みんなには見えていないということか。急激に急激に試合しよったから消えたんやけど。ラララララ、お前の時間だ。理由は青かった。誰、何の前なんすか今。ララ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 。君大丈夫かい。一体何があった。あ、インフルエンサー保健室に行った後から。なるほど、みんな呼んでくれるよね。ありがとう。ちょっと待って、スピードがありすぎて。で、どこだ次。この下か、こっち方面に誰か、ヘビになった子が、こっちか。どこやどこや。アイテム行きます、行きます。あ、この辺、プールか。びっくりした、泳ぎやんかと思った。え、どこ、プールじゃない、この辺。どこですか。こっちではない。誰かと思った、敵かと思った。あ、ここ、おったおった。おりゃっゴー。みんなにはこのヘビ魔獣も見えてないんかな。でもあれはね、告白されて断った男子はヘビ魔獣になったのを、あ、こっから出れんかなったのを見て逃げたよね。ってことは見えてるんだね。やっぱそういうことや。何してたんだっけ。ポーズがないよ、ポーズが。恋愛について相談してて。絶対エンラ先生やって。恋愛相談、それってもしかしてあの人も。もう目的地のマップがなくなった。本を出すくらい恋愛のプロ。エンラ先生やない、やっぱり。そんな人他にいないでしょ、ね、そうやったよね。そういうことか。僕、え、でもついさっき取り憑かれたところじゃないっけ。マタロウくん、すげえじゃん。マタロウ、エンラ先生に報告に行こうぜ。どう、え、今飛び降りようとしたのに。エンラ先生、マタロウが呪いの犯人分かったって。へえ、そうなの。ついさっき取り付いたばっかな気がしたけど、ようやく解けたんです。ちょいちょい取り付いたり離れたりってしよったのかな。エンラ先生、やはりあなたが犯人だったんですね。やはり。おい、マタロウ、お前何言ってんだ。そんなわけないだろ。そんなわけあるんすよ。エンラ先生は何たって年上の女の人なんだぞ。だからなんだ。先生くん、年上は関係ないから。何にも関係ないよ。人を好きになっただけで呪われ学園からいなくなってしまう。恋愛とは不確かな感情ですよね。いくら呪いだと言っても不自然です。ということは、相談してきた犯人は何らかの方法で誰かが恋愛をしたことを知ることができる。そして犯人は恋愛したものをヘビ魔獣に変えていった。まるで罰を与えるかのように。なぜ恋愛をしてはいけないのか。粉っぽいですね。コホンコホン、わざとらしい席。このセリフは名探偵コナっぽいん。何それ、誰だよ。何それ。大人気の低年齢向け推理アニメだよ。きっと彼の中に眠る名探偵コナっぽいんが何かの拍子に目覚めてしまったんだ。コナっぽいん、かわいい。なんか響きが。犯人は誰が恋愛をしているかを知るために常に全生徒たちの心を読んでいる。みんなそんなにのけずる必要。そういうこと。イナバウアー完全になりきってる。なりきってるのか。粉っぽいこんな感じなのか。犯人は生徒たちの恋愛を簡単に知ることができる人物。もうお分かりですね、エンラ先生。この話をずっと聞いてくれよるって優しいよね。もうどっか行った。
では粉っぽく真相解明といこうか。粉っぽくの意味がわからんのだけど。恋愛禁止の呪いのせいで恋する生徒たちは行き場のない気持ちに苦しんでいた。だけどこの学園には遠田先生という救世主がいたんだ。本を出すくらいの恋愛のプロだから女生徒たちが相談に行ってたんだよね。あなたは相談に来た生徒たちに恋愛をする候補者としての目星をつけ、告白をしたら蛇魔獣に変わるという奇妙な術をかけたのです。なんでなんや、理由があるのかな。そうですよね、遠田夏樹先生。恋愛のプロであるはずの先生がなぜ恋愛をする者を恨んでいるんですか。遠田が乗り移ってるとは思ってないってことかな。みんな、そもそもみんなっていうか、またろうくんは、あなたは一体誰なんですか。正体が先生の様子がおかしい。もしかして何かに取り憑かれてる。遠田先生、あとの二人どこ行ったん。二人三人か。これだから好奇心旺盛な坊やは困るのよ。全員まとめてきついお仕置きが必要みたいだね。お正体がなんだ。メデューサー、やっぱりそうなんや。ヘビやしね。遠田先生まで変身するの。そういうことではない。メデューサって、あのメデューサ。そうか、伝承のメデューサは裏切りの愛に敗れて魔物になったんだ。そうなんや。メデューサがどういう魔物なんかはちょっといまいちよく分かってなかったよね。エンナ先生があんな邪悪なメデューサだったなんて。あの、目があったら石にされるってやつ。違うよ、ジンペイ君。きっと先生はメデューサに取り憑かれて操られているんだ。エンナ先生はもともと普通にいい人のはず。これまでこの女の中に隠れてこそこそやってきたが、もうやめた。いやでも、なんていうの、その呪い、ずっとなんかささやかれとったってことは、欲望に溺れた人間など遠田先生にはずっと取り付いとったってことは、一人残らず滅ぼしてやろうみたいな繰り返し。くそー、返せ俺の遠田先生を。返せったら返せ。お前のではない。陣平くん、しっかりして。よし、こいつをやっつけろということやね。頑張ります。でかいな。なんかもうすでに周りにおるけど、応援団です。こっち側のなんかテニス部員とかいろいろ出てきた。あれか、まあ羨ましくはないけど、同盟を組んだ部活の子たちか。見たか。まだ何もやってないけど。まだ現れただけやけど。赤き一戦。誰の攻撃はケーラかさっからなんだ。まだ攻撃できんかった。まだ溜まってなかった。なんかすごいハマってない。赤き一戦。マジの召喚。殺技ってなんかめちゃくちゃ全然他と威力違うよね。全員勝った。まだ勝ったわ。シシクロカズマ召喚。赤き一戦。何、なんか羽を使うから。何、なんか怖い。おーっと、やっつけれてないんかい。やっつけれてないんかい。一応コマさんのあの変身形態のやつに回復技のメダルをセットしてあるんだけど、勇者死んだんかと思った。お前の時間だ。変身が増えた。にゃー、気絶した。
連打で粘れ。粘る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 。なんこれ粘れよる？どれよ。生きろ。はい、入った。地球は青かった。入った。なんかさ、ポーズのマットが全然出てくるけど大丈夫？私見起こしとる。おりゃおりゃおりゃ。結構かかるな。でもあとちょっとなのでは。はい、変身。もういいよ、もうそこ省略でいいよ、2回目だよ。はい、変身ベニマル。来たぜ来たぜ来たぜ。変身。いいね、最後必殺技でやっつけれるの。悪くない。どうだ、見たか見たか。悪の栄えた試しはない。黄色っぽいセリフ。そしてインフルエンサー見てくれてたね。オッケー。てかなんかメダル拾ったんやけど誰？なんか召喚獣拾った。イエイ。やったね、大変よくできました。まだおるやん。なに？なんでうんこになった？どういうことどういうこと？お前たちの運もこれまでだ。え？メデューサは？メデューサの正体？うんこ？え？そういうこと？トグロス。確かになんか蛇みたいなの出とるよね。メデューサなの？どうして、どういう展開？ついていけない。どうだこの圧倒的な姿。恐怖で声も出まい。恐怖とかではなく。これでもまだ私に戦いを挑むというのか。まあ、挑戦しましょう。汗と涙のバレーボールやって、ゲットしたい。愚かな。では地獄を見せてやるとしよう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。